ガシャガシャ言ったのに。本当だよ、人任せで。パンツもびっちょびっちょ。着替えればいいやん。そうだよ、着替えればいいじゃん。早く探そうよ。ピミちゃん、ほら財布なくなっちゃったんだって。探しましょう。もうどこに行っちゃったんだろう。筆箱の中。筆箱の中。しーちゃんもじゃあちょっとどっかのさ箱とかをさ探してみよっか。ピミ、そこお友達と開けた。どこ？ここ？これはでもマステしか入ってないでしょ、さすがに。そういうお友達にこんなマスているの？って確かに。リミがね、一人で使ってるわけじゃないからね。家族で使ってるのが全部ここに入ってるだけで。うん、こういうとことかは引き出しとか。いませんか？お金さん。さっき見た私。お金さん。で、お財布がね、ここにね、あるですよ。この中にないんですよ。どれ？お財布。お財布この中に入れた気がする？嘘。じゃあお財布ちょっと探そう。もう一個ぐらいお財布があるんですよ。この中には入ってなくて。多分もう一個お財布があるの、りみちゃんに。どうある？ミニソーかなんかで買ったやつ。その中かな。ルリミ、あのお財布のさ、存在忘れてたから、うん、そうそう、もう一個ね、お財布があったことにさっき気づいたんだけど、そのお財布が見つからないんですね。ミニソーで買ったお財布。ミニソーで買ったあの黄色と水色。ここさっき見て、あのお財布なかったよ。どっかにはあるんだよね。ない。この部屋にないんだよね。じゃあカバンじゃない？やっぱり、うん、カバンはどこにある？リミ、カバンない？あと下の和室、下の和室のカバン見てみようか。じゃあね、下にあったカバン、これよく夏じゃないや、去年使ってたよね。うん、入ってる。でもこの大きさにはお財布入んないかな、うん、お守りゴミがいっぱい入ってる。入ってない。うん、昨日パパも財布がないって言って探したんです。実は皆さん、この時は動画撮ってませんけど。なんでうちとリミがお財布なくした時に撮られて、なんでパパは撮ってないの？本当だよね。自分がない時はめっちゃ渋谷な顔して、動画どころじゃないみたいな顔してたからね。家族でもね、家族総出でね、車の中とか探したんだよね、昨日もね。ねえ。そしたら今日リミちゃんがお財布がないって言い出して。でも、ね、あのね、車じゃなくてね、カバンの中に入ってた、うん、そう、ほんと嘘つき。つけたのはパパでも自分のお財布だからね。ねえ、パパの記憶はもう間違いだらけだよね。一個も合ってなかったよね。だから私はもう間違ってる。パパに言われたもん。怖い。あ、じゃあリミちゃん、ちょっともう一個ここにあるかもしれない。お財布が一個上になかったから、カバンに入れっぱなしなんだよ、きっと。入ってる？入ってる。ごめん、なんだ、汚い。ごめん。汚い、もうゴミ入ってない。ポケットはめっちゃパンパンじゃない？ポケットに入ってそうだよ、なんかポンポンに。うのあるじゃん。カニだけちょっと確かめよう、本当に入ってるかどうか。入ってるんだけど。これには入ってるんだけど。いくら入ってるんですか？お金持ちだね。リミちゃん。お金持ちだね、リミちゃん。届いていいですかね、うん、ちゃんとお金あるか、パパに盗まれてないか見てみよう。パパに盗まれてないかな。だってここパパがいる部屋だから。はい。パパが増やしといたって。パパがいつも編集してる部屋にリミちゃんカバン置いてたから、盗んでるとしたらパパで。6000円と1万5000円と
1万円だいたい2万3万円ぐらいか、やっぱり3万1000円。3万1000円、うん、お金持ちだね、りみちゃん、うん、よかったね、見つかって。もう今ずっとこれを探してました。はい、りみちゃん、すごい、ちょっとすごい丸まってて、丸まってるからきちんとしようね。お探し疲れてっていうかね、このお財布の存在をりみちゃんが忘れてたんですよ。つやばで、今日はな、本当にね、動画が役に立ちました。過去にあのお財布の中身を抜き打ちっていうのを3ヶ月ぐらい前に撮ったんだよね、うん、しほちゃんがめっちゃいっぱい財布持ってきた時、皆さん見てください。ここにちょっと貼っとくんで。この時にりみちゃんが持ってきた財布がこれだったんですよ。そう、でもさっき上で探してる時、りみちゃんは別の財布しかないって言ってたんで、この2つしかあってね、うん、この財布をすっかり忘れてて、この動画を見たら、これじゃんって言ってね、この財布を今探してやっと見つかりました。ちょっと、次ママかな。次ママだ。シホ、パパ、リミって財布がないって騒ぐっていうことは、明日ママ。でもさ、ママの財布なくなったら本当生活に関わるからね。みんな。これ全部なくなったら。パパがドラえもんの漫画読む。気持ち悪い。ちょっと映せないですけど、汚くて、なんかここ超汚いんだけど、パパの一角めっちゃゴミだらけ、映せない、もう全モザイクになっちゃう。確かに、やめろ、全モザイク。あー大丈夫、死んじゃう、痛い痛い痛い。はい、ということで良かったですね、りみさん。じいちゃん10円返せ。10円落としちゃうんです。はい、ということで、りみちゃん、なんでお金を探してたんですか？ママに1万円。そうですね、この前お友達と遊んだ時にお金使ったからね。ニベアの日焼け止め。はい。はい。じゃあ、確かに受け取りました。こちら。B の1万円札で、5000円と5000円出してもいいんだよ。どうする ?5000 円と5000円でもいいの？いいの？細かい方が好きだそうです。そうなんだ。はい。私は1万円を取ったタイプ。よかったね、本当に。よかったね。りみちゃんもさっきまでメソメソしてました。お財布がないって、この姉妹はいつもメソメソしてます。いつもじゃないわ。お財布がないってメソメソ姉妹です。よかった。よかったね、本当に。本当動画があってよかったね。動画見て思い出したもんね、この財布の状態ね。やっぱ動画ってたまに見ると役に立つな、ね、あのさ、どっちかに似てるんだよ、メソメソって。パパもメソメソ。昨日パパメソメソしてた？あ、してたね。なんかしょぼんとしてた、しょぼんと。しょんぼりしてた。パパが早く探そうよっていう顔してた。昨日？うん、確かに。早く急いでとか言われなきゃいけないの。しかもさ、ねえ、おとといなんかお出かけした時にさ、財布を出したとか言って、結局も家にから持ち出してなかったってことでしょ。超嘘つきだよね。だからモザイクなんだってば。ここモザイク、全モザイクなの今。汚すぎて。はい、ということで。ちょっとバタバタでしたが、はい、明日はママが主役になります。だからママが財布なくしたらご飯買えないよっていうの。大丈夫だよ、財布を探すチャレンジ。大丈夫だよ。何？しーちゃんがちゃんご飯買ってくれる。大丈夫だよ、てん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 じゃないけど。1週間持つから。1週間持つの、うん。はい、じゃあ、りみちゃん、ほんとちゃんとね、しまっといて、どこかに、お財布に入れたら、そのお財布を今度どこにしまったかっていうのを覚えとかないと。分かった？お財布は大事だから。いや、パパに預けた方が危険だからやめて。もうほんとパパ、パパもほんとすぐなくなるから。ね。トゥフフ。オフ、オフ。最近言い過ぎじゃね？オフ。ちょっとモザイク、モザイクマン。モザイクマンじゃない。モザイクマン。すごいね、君たち。リミ言うてないもん。笑ってて。はい、じゃあもうこれで終わりにしたいと思います。バイバイ。
バイバイ。バイバイ。皆さんもお財布の紛失には気をつけてくださいね。はい、はい、ママ私も気をつけます。はい、ママめっちゃ気をつけてるじゃん。ママ、ママなくしたことない。あの事件からね、お財布大事にしようと思いました。そうだよね。でね、初めてお財布なくなったね。バイバイ。でみ、盗まれた。バイバイ。ねえ、もうバイバイでいいでしょうか。まだまだ話したりない。でみね、盗まれたのかと思った。誰が盗むの？パパ？そうだよね、パパしかいないね。うんうんうん。盗んだとしたらパパだよね。泥棒？泥棒？パパ泥棒？泥棒っぽい格好してない。確かに、確かにモザイクマン。じゃあね。バイバーイ。やだ。